はい、今回はね、ついに断捨離始めたってお話やっていこうと思います。かなりね、物が溢れている状況なんですけれど、今までね、見て見ぬふりをして放置していました。ただね、もうその量っていうのが半端じゃなくて、まさすがになんとかしなきゃいけないなと思っていた、このタイミングで、今、p a y p a y f が激アツのキャンペーンを開始しました。ここを聞くと、 ペイペイフリマのね、購入するとポイント何還元。みたいなのがね、思い浮かぶ方多いと思うんですけれど、やっぱね、断捨離なんで、物を減らさなきゃいけないんでね、その際に買っても仕方ないので、ポイント還元とかはあまりね、興味はないんですけれど、今、ペイペイフリマ、そのポイントバックのね、裏側では、送料無料キャンペーンっていうのをやっています。もちろんこのね、送料無料に関しては、購入者側もね、お得にはなるんですけれど、売る側がね、かなりお得なキャンペーンになっています。先ほど言った通りね、不要になったものを処分したいっていうことでね、フリマアプリを使うんですけれど、まあ、ある程度ね、 小さいものでああれば送料ってあまりかからないんでね、まあ気にせず売ることもできるんですけどある程度の大きさになったものって売る際にもね送料分の負担がかなりでかくなりますその送料分を足した金額でね訴えすればいい話にはなるんですけれど購入する側としてもねそんなにね高い送料分が加わった商品だとうーんこの金額だったらな普通にね ネットショップで買った方がいいな、みたいなとか、フリマで買う意味ないな、みたいな感じで売れなかったりします。そんな中、一応ね、今のところ11月末までにはなるんですけれど、PayPay フリマでね、何かを売った際の送料って無料になります。で、そのね、無料ってどんな感じかっていうと、こちらが実際に発送する際のね、選択画面になってくるんですけれど、なんとね、195円のね、猫ポスとかが送料無料になるのはね、まあわかるんですけど、なんと宅急便です。 宅急便の 60cm から 160cm まで。こちらも今送料無料になってるんですよね。めちゃくちゃ厚くないですか要は 160cm のものまでであれば送料を気にせずに断捨離できるんですよ。 もちろんね、断捨離の定義として、フリマアプリとかで売るのが当たらないのかもしれないんですけど、個人的にね、やっぱ捨てるのはもったいないです。捨てるのはもったいないんだけど処分したい。まあそういうところでメルカリだったりとかその他のフリマアプリがね、人気が出てきたと思うんですけど、やっぱね、ある程度サイズがあるものだったり重たいものに関しては、そういうもので売るにしても送料分とか考えると逆に赤字になっちゃうようなものとかが存在します。なんだけど、この PayPay ペペフリマ、11月末までのキャンペーンにはなるんですけれど、大きかったり重たいもので関しても送料気にせずにガ、ンガン ね、断捨離できるんじゃないかなっていうことで、まあ実際ねルルカも複数ね今商品の出品しています。そしてね何個か売れています。やっぱね送料無料っていうのがでかい。プラスアルファね現在そのペイペイフリマ自体としても20%還元のキャンペーンとかもやっているので、その辺も含めてね購入者の購入意欲も強く。 送料無料なので、送料考えない値段で出すこともできるんで、もうお互いウィンウィンな感じでね、売れていくっていう感じになっています。エルカリとかに比べるとね、知名度が低いので、普通に売ってしまうと売れにくい部分もあったりとかすると思うんですけど、これをね、覆すレベルで、ポイント還元だったり送料無料っていうのは強いんじゃないかなと思います。一応ね、予定では11月末までになっているんですけど、早期終了することもあるということなので、これからね、年末にかけて大掃除とかもすると思います。それをね、ちょっと早めて、いらないものに関しては送料無料のこのタイミングで、 リマを使ってね売ってみるっていうかなりのお得じゃないかなと思いますので紹介のさせてもらいましたもちろんねそういう風に送料無料で出品できるということでいろいろなものが出ていますので それを狙ってね、ペーペーフリマのポイントバックキャンペーン使って購入するのもありだと思います。そのね、Yahoo プレミアム会員月額費用かかるんですけれど、概要欄に貼っとくんですけど、ポイントサイトをね、通して Yahoo ミアム会員に入ることによって、ポイントバックをね、受けることもできますので、そちらの方も見ていただけたらなと思います。今後もルルカはこのペーペーフリマ、とりあえずはね、月末までにはなるんですけど、 いろいろな家にあるね、邪魔なものを売って断捨離していこうかなと思います。皆さんもね、いらないものがあったらぜひこの機会に PayPay ペペフリマを使って処分してみてはいかがでしょうか。今後もいろいろな動画毎日更新で上げていきますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました。